こんにちは、シティーバーズチャンネルです。今回もキノコを探しに来ました。動画を見てください。古いね、ちょっと毒紅かな、毒だ、毒キノコ、毒紅かね。ちょっと古いね、このキノコはね。これは、これは食べる？正解。絶対ダメです。熱中症にはならないよ。でもお腹とか痛くなっちゃうよ。食べちゃダメ。好きな黄色だ。僕の好きな黄色のキノコ。うん、面白いね、これ綿棒みたいだね。でもあるね。面白い。これ何かは全く分かりません。可愛らしいキノコですね。面白い。おお、久しぶり見た。おんぶバッタだよ。見え、分かる、これおんぶしてる。おんぶ、おんぶバッタ。取っちゃダメ、取った、かわいそうに取っちゃったよ。剥がしちゃった、かわいそうだな。見なしてあげて。バイバイって。どこ？ほら、これ。ん？どこに？あ、これか。そう、皆さん、バッタの緑と茶色の違いわかりますか？今、早くて飛んだよ。周りに仲間、周りに仲間がいないと茶色なんだったっけな、緑なんだったっけな、どっちか忘れちゃったけど、仲間がいっぱいいると緑だったかな。それで変わるんだって。頑張れ頑張れ頑張れ。捕まえた？見せて。少量バッタかね。ね、逃がしてあげな。ヒシバッタかな。逃がしてあげて。はい、キノコ発見したよ。毒キノコ。毒ツルだけ似てんな。まあ毒です。これ系はほぼ毒と思ってください。名前忘れちゃったけど。これ状態いいね。鱗みたいな模様のあるキノコだね。これは違うね、さっきの毒とは。なんだろうこれ。一応観察しよう。赤ちゃんが見つけた。すごいね。すぐ見つかった？何？なんかいた？うんうんうん。どこどこ？なんかいた。何もいないよ。これでしょ？あなた見つけたの。うん、キノコだ。状態いいね、これも。何かいた？何もいないよ。ほらほらほら。あ、バッタちゃんね。かわいそうだから。逃がした。見つけた？姉ちゃんが見つけたよ、姉ちゃんが。なんだろうね。綺麗だけどね。まあ、食えねえだろ。あ、虫がいる。なんだこの虫？何これ？ここに虫？虫じゃねえか。落ちてるよ。栗が落ちてる。どれ？見せて。あ、ちっちゃ。あ、ちっちゃいキノコ。キノコ待って、どれ？あ、ちっちゃ。いろんな発見があって面白いな。元気なんだよ、最初だけは。初
早っ。ヤブランが結構咲いてきた。綺麗なんだよなこれな。毎回チェックするけど。ヤブラン結構咲いてきた。綺麗だね。何が？返答がいっぱいあるね。フェアリーリングを形成するかね。食べれんじゃないの？食べれないですよ。このものは。これで好きなの？基本食えないからこういうキノコは。あ、ここにもあった。テーミングだけかな、なんかかな、わかんねえ。ここにもあったよ。ここにもあったね。ハチちゃんがいたのが見える。お仕事中ですね。何してんだろう。ブーンってくる。バイバイ。蜜でも吸いに来たのかね。はい、なんか子供が状態の綺麗なノウタケ見つけました。割ってみる？ちょっとひっくり返して、ひっくり返して。あ、もう悪いね。あ、虫も食べちゃってるかも。割ってみっか。もうスカスカじゃねえかな、これじゃ。あ、でもパンみたい。あ、上の方は綺麗だね。上の方はね。うん。でも虫が食ってて、うん。それはもうダメだ。アリも入っちゃってるよ。うん、また遊んでねっつって、うん、リリースしてあげなキノコ。じゃあね。アディオスケ。バイバイ。また入ってきてね。はい。またあったよ、のたけ取ってみ。ここにあるよ。あ、蚊に刺された。見せて。あ、これももうスカスカだね。割ってごらん。あ、これも上の方は食べれそうだったね。バイバイって。バイバイ。はい、赤ちゃんが見つけました。取ってごらん。いいよ。割らなくていいや、それは食べれそうだから見せて。ここに乗っけて。これ状態いいのタケだね。これは持って帰って食えそうだね。うんうん、あ、食われてんな虫に。残念。食べれないね、これも。また生えてきてね、アディオス。また生えてきてね、アディオス。出始めてます。よいしょ。はい。鬼タケだね、これは。ササクレ白鬼タケか白鬼タケのどちらかだね。まあ、どっちにしろ毒ですね。もう、特徴的に、このイボイボ。鬼の金棒みたいで。毒性も鬼並みですよ。絶対食べないでくださいね。はい、キノコ見つけました。でか。多分これはコテングタケモドキかな。特徴灰褐色ですね。で、がっしりしたキノコ。これ1個生えてれば結構生えてるんだけど、周りには1個しかない。多分コテングタケモドキでやってると思いますけど、ここにね、ここにヒダヒダがあれば。そうかなと思うんだけど、ね、ちょっと古いから分かんないけど、まあ多分コテングタケモドキ、もちろん毒です。意地からはあるよね。かっこいいキノコ。こんな感じで重ねるわ。キノコ見つけた。いっぱいあるじゃんキノコ。なんだこれは、分かんねえ。大量。なんかいいキノコ発見したよ。なんだろうこれ。よいしょ。怖っ。よいしょ。綺麗なキノコだね。中は中空そうだね。結構でか。わかんない。これは食べれる？わかんないね。わかんないんだよ本当に。
食えそうだけどね。これめっちゃいい匂いする。古い唾があった跡あるね。傘の裏はこんな色、古いから元の色わかんないけど、これも杖竹のなんかかな。絵が細いからね。これめっちゃ綺麗だよね。状態大きい、食べれるそうだね。食べれそうなほどだけど絶対食えないと思うんだ。わかんねえんだ。これ気になるね。すごく超いいキノコ。多分全部食えねえんだろうな。これちょっとわかんないな、ここら辺のは。キノコ名人いないかな、どっかに。まあ食べれない。食べれるやつだけは、あ、おったな。あ、ちょっとこれ中裂いてみて。中空じゃない？あ、空洞だね。なんだろう、空洞系のキノコ。これちょっとビリって破いてみて。いや、裂いて、バイレって。待って。ミスは食われてない。綺麗なキノコだけど食べれる？わかんない。あ、似たようなキノコいっぱいあるんだよ、こういうので、うん、そういうのは食わない方がいい。後で自然に返します。観察させてくれてありがとうね、キノコたち。はい、動画の方いかがだったでしょうか。今回はサムネにあるあのキノコは登場しませんでしたが、次回後編では登場いたしますので、お楽しみにしてください。このチャンネルでは自然と遊ぼうコンセプトに動画作りを心がけております。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ご視聴どうもありがとうございました。